こんばんは、ひろかわです。チーズタルト食べていきます。リプトンの紅茶、ずっとこの100均で買った紅茶飲む用のこのあれをあれしたんですけど、こうやってあのお湯入れるときにポットからだとなんていうかこうゆっくり入れられないので、やっぱ紅茶飲みたいときは優雅なときなんで、ティーポットが欲しいんですよね。じゃあいただきます。こうオーブンで温めたんですけど、とろっとして本当に美味しいやつです。いただきます。うん、この上の焼き目がなんかキャラメリゼみたいにちょっとこう硬くなってて、上の表面が、でも中のチーズがもうほわほわのトロトロなんですよね。うん、でここの周りはいい感じに焦げが硬くて美味しいって感じです。で先日これ買いました。 Google キャスト、ネットフリックスとか、あとアベマ TV も、テレビ画面で見れるんですけど、これいくらだっけな、4500円ぐらいで買いまして、で早速やってみたんですけど、すごく快適ですね。私家帰ってテレビ見ることほとんどなくて、 E テレは見てるんですけど、その代わり YouTube をずっと見てるんですよね、部屋でこうやって。でちっちゃい画面で近くで見るより大画面で見たいなっていうふうにはちょっと思ってて、でソファーも来たし快適な環境になったので買ってみようかなと思います。あとなんだっけな、もう一個きっかけがあって、なんだっけあれ、 Google ホームですよ、なんかスピーカーみたいなやつで OK Google 明日の天気はとか言うと、そのスピーカーが答えてくれるやつ、あと OK Google エアコンつけてとか、電気のオンオフとか、そういう、まあ、シリ的な感じなんですけど、それがねちょっと気になるなって思ってたんですけど、それとこの Google キャストがセットで1万5000だっけな、1万いくらだっけな、ヤマダ電機でそれが売ってたんですよね。でその OK Google Netflix のあれを流してみたいな感じで言ってて、それはその Google キャストと一緒になってるんで連動してテレビで Netflix が流れてたんですけど、それを見て感動して、で別に Google ホームはいいかなと思って、で今 Google キャストっていくらぐらいなんだろうと思ったら、送料込みで4500円ぐらいって買えたので今回買ってみました。でですね、昨日エアコン使ってたら急にエアコンが消えて、でよく見たプラグがなんか使えなくなってて、一部の他のコンセントは使えるんですけど、なんかショートしちゃったかなんかで、そこのエアコンが使ってたコンセントが使えなくなっちゃったんですよね。で管理会社に行って今度直してもらうんですけど、普通に使ってただけだから何が悪かったのかなと。今日の R の法則、韓国特集なんですけど、新大久保のコーナーありますね、ちょっと見よう。この Google キャストは、テレビの HDMI 端子、そこにこれをくっつけて、で Bluetooth でつなげて、プラス家の Wi-Fi もつなげて、それで自分が持ってるスマホのアベマ TV とか Netflix とか YouTube、 限られるんですけど、全部が全部じゃないんですけど、それをテレビ画面で映せることができるって。私最初はそんなわざわざテレビ画面で見ることあるかなと思ってたんですけど、やっぱ見てみたら結構いいんですよね、なんていうか快適に見れるっていうか。入力切り替えで変えて、でもう YouTube 再生できる状態なんですけど、
そうすると、はい、これが Google キャストです。というわけでチーズタルトと Google キャスト買ったよというお話でした。じゃあまた。